はい、皆様いらっしゃいませ。こんばんは。通称カンナでございます。それでは本日やっていきますわ。僕らは負けて強くなるというゲームをやっていきたいと思いまーす。何でもね、死に戻りを繰り返していくゲームっぽいんでね。うわぁ、よく来たな、勇者よ。今こそ決着の時だ。観念しろ魔王、お前の野望もここまでだ。お前など所詮私の敵ではない。ひねり潰してくれろ。みんな気を引き締めていこう。了解、任せてー。落ち着いていきましょう。一戦目スタート。そう、負けるためにレベルが上がっていくシステムだそうです。まあ、とりあえずハロルド君何覚えてない。全体回復か。必殺技はあるけど、あれは TP 消費やもんね、こういうのって。アイテムもあるんはあるんか。なるほどね。初戦はまず攻撃でいいとして、テレーゼも物理型で、で、あ、もういいね。マーシャは、ディスペルか。ディスペルね、そういう感じか。じゃ、バフ。ハルドバフ、ルケセバフってもらって、武器を上げて、サンダーを放つ。4ダメージはちょっと弱すぎるやろ。81やろ。だけ攻撃でいい。テレーゼも、グランドフィールドを打ってみて、ヒールやろ。で、魔法でもう一回、テレーゼの方に次、ウェポンアップして、ライフ回復、テレーゼを先に回復させて、おっと、ハルドやられてる。ってなると、アイテムで、ちょっとオートが連れてる、オート同期ができてね、ちゃんと。ヒールで、マーシャを回復。で、ウェポンカース最初でもよかったか。ヒール、ポイズンボールは、外すかな？毒だけか。でも毒だけだったらええわ。攻撃して必殺技はできない。MP つくんね。で、ディスペルでテレーゼ回復。で、ウェポンアップをハロルドで撃つ。これ毒回復するやろ。毒消えたら OKOKOK。炎を吐くんはやばい、危ね。でも一応いけてるね。で、ハロルドくんを、回復 30% 回復か。だったら攻撃に回ってもらって、この二人は攻撃でいいと思う。で、ヒールでマーシャ、キュアって全体かな？全体回復。あ、そうだね。全体回復でいいんだね。キュアで、まず全体を整えて、で、足りらんところをマーシャが補うと。もう MP ねえじゃん。もう MP ないけど。いやー、全然減らないね。杖ペチルか。杖ペチルしかねえか。全体回復はないけど、まあ MP の、あー、間違えたね。メガネの方を回復させて、メガネで、ウェポンカースって20にかけれるかな？ 20 にかける !20 にかける !20 にかけるよ。でかいけど、防御ダウンとかあったらいいのにな。必殺技打てない。魔法で、ヒールでテレーゼ回復して、ウェポンアップでハロルドやな。そうか、2段階かけれるんだったらそれはでかいぞ。バフの力、バフデバフはやっぱ強えよ。ハルド攻撃、テレーゼは一旦、マジックウォーター回で自分を回復してもらって、魔法でヒール、テレーゼ、いや、マーシャにして、魔法で全体回復、キュアにしとこう。めちゃ真面目にやってる。やべ、クソ真面目にやってる。防御形態が変化して炎属性耐性が付与された。じゃあ炎で殴らなかったね。もともとだってな。
もともとそんなに炎行為してないから、炎に弱かったんかな、もしかしたら。ねえ、女神の歯は蘇生やったね。MP 全回復。MP 回復で、まあ、いや、ルキウス回復になって、ルキウスで、ウェポンカースをもう一回かけといてもらって、定期的にウェポンカースをかけていこう。ポイズンボールは別に、マーシャが、マーシャってま、MP 足りらんかな。若干足りねえか。チェレーゼ、じゃあ自分で回復しといてくれ。自分で回復して。で、マーシャでマジックウォーターでマーシャ回復。で、ルキウスは、ウェポンアップをハロードにかけて。思ったより真面目にやってるよ。で、場は一応整えれてるけど、ちょっとルキウスが食らいすぎてるから、リザレクションは蘇生か。ウェポンアップの余裕はちょっとないから、普通に防御しといてもらおうか。真面目。終始真面目だ。終始真面目やけど、テレーゼ殴って、マーシャで、ディスペルとかの必要はないから、アイテムで回復しとこうか。テレーゼ回復させて、まだあったっけ、マジか、全回復だけか、もうあと、消耗が激しいな。ロケそこに来て何分くらい入る？ 2 くらい入ってくるよ。22入ってるんで大丈夫。予想より多い。オーロラって何？しかし、効率性状態上不要は全然関係ない。結局ね、物理殴ってるだけなんで、うちのメンバーはみんな。で、魔法でヒールじゃなくていいね。回復書いてもらったやろ。60% 回復して、魔法でそろそろウェポンカースかけとこう。よしよしよし、ウェポンカースはでかい。そのウェポンカース効いてるね。ちゃんと入ってるよ、予想以上に。で、魔法ヒールでテレーゼ回復。メガネ君はウェポンアップをハロードにかけてもらって。で、次のターン回復させましょうか。外したか？いや、外したも敵やな。相手が外してくれてるありがたいですね。テレーゼで一旦、マジックウォーター変え。で、魔法はヒールは置いとく、温存でいきましょう。で、ウェポンアップは回復しないからダメ判定なんか。20も食らったら大丈夫大丈夫。大丈夫大丈夫、耐えれてるね。で、マッチボーダー全回復。で、攻撃、攻撃、マーシャも攻撃でいいかな。いや、待てよ、マーシャの最後の MP 使ってヒールで。マーシャって言ったら、いや、ルケスの回復して、キュアで全体回復。真面目。終始真面目なんやけど、やばすぎるな。オッケーで変化、カメラ属性不要やけど関係ない。防具物理で殴れば関係ないから。アイテムでポーションで、ポーション回ぐらいでいいかな。魔法でウェポンアップをハロードにそうそうかけらんと溶けてくるだろう。オッケーオッケー。オーロラで、なんで、ハロードハロードが落ちた。もう一個あったやろ、女神の歯で回復。攻撃。いや、アイテム回復やな。アイテム回復でポーションでテレーゼ回復させて。ウェポンアップを貼るというか、ウェポンアップが先か。くそ。それはちょっと切れないな。ルーキーを襲った。最悪。そこはだるいな。でも必殺は溜まってんね、今思えば。必殺は溜まってるわ。必殺技を打ちつつ、アイテムで、もう状態上だけか。じゃあもう、殴ろう。殴るしかねえな。倒れないで、ギリギリ。オッケー、一戦切り。で、グランフィールド。もう、こうなったらもう、あれな。途中から、こっちに切り替えてもよかった。さんは良かったんやな。相手もいいわ。もうちょっと。
や、めっちゃダメージを忘れてる気がするけど、気のせいかな。めっちゃ思ってるよりも、前線してるんやけど。マーシャのね、素ダメージがさ、あ、僕はそうやってない。オッケーオッケー。物理耐性持つか、ここで。しかも、カースダウン、カースダウン、ウェポンダウング。あー、そうですか、そうですか。どうしたもんかな。そうだ、やっぱデバフが外れてるんがやばいな。そうだね、だいぶ。だったら、ハラルドくんがヒール役になればいいんか。アイテム。で、テレージ全開。テレージはグランフィールドが一応、落ちてる感じか。あー、そうですか、そうですか。これはもうダメですね。これはダメですね。もう、削れるだけ削っとこう。いや、でも何割、6割ぐらいいったよ。こうして俺たちは魔王に負けた。しかし、諦めるわけにはいかないんだ。俺たちは特訓落ちみレベルを上げた。はい、2回目ですね。2戦目です。どうなってるんです、ステータス。ステータスはどうなってるんかな。クロススラッシュが覚えてる。魔法もリザレクションがハルルドが覚えたのか。まあ、通常攻撃しつつ、魔法は、あ、キュア覚えたのか。じゃあ、防御してもらって、魔法でまず、まあ、防御アップ覚えてるね。あと、ウェポンカースからまず入れるね。これ大事やけんね。攻撃力下げるのはでっかいけど、いけ。で、まあ、攻撃で、魔法でヒールで回復。で、もう次、あー、いや、ウェポンカース二重にかけとこう、先に。もうデバフバグだけにしよう、ロキウスは。うわ、めっちゃダメージ食らった。ここはあれですね。ハロルド君たちは物理攻撃。アイテムで全回復があったから、全回復さっさと使っとった方が、私的には気が楽なんで、アーマーカースかけましょう。アーマーカース大事よ。スリープモールね、ルキウス眠った。ルキウス眠った。マジで、それはだるい。だっけん、魔法じゃなくって、ここは目覚まし時計で回復した方がいいな。その方がいいと思うわ。いい感じを放ったわ、全体か。結構なダメージが食らってね。オッケーオッケー。で、まあ、殴ってダメージ数量的にはいけてるから、MP も大丈夫。なんで魔法でアーマーカスかけましょう。テレンジめっちゃ食らったな。その魔法攻撃は誰確かに信頼っす。ある程度溜まってきたから必殺に切り替えましょう。クロススラッシュと、グランフィールドで、魔法じゃないね。アイテムで6割回復あったよね、まだ。あれ、6割回復あった。6割回復と、ウェポンアップをハロードにかけとこう。このバフデバフのね。おっと危ないね。死なないよ。で、炎属性不要。グラフィールド OK。これで、炎耐性が入っているとはいえ、クロススラッシュ連打、グランフィールド連打、キュア連打か？いや。キュア連打して、いや、連打じゃなくていいか。ここはウェポンアップを、テレーゼにもかけとこうか。これはだいぶでかいと思うんだよ。これを前に落としたけど、全体的にダメージいるわか大丈夫。オッケーオッケーオッケー。めっちゃ強い、めっちゃ強い。なんか知らんけど。思ったよりやれてるけど、油断するな。絶対必殺技のクロススラッシュ連打の方が強いから。グランフィールド、砲撃、魔法。で、キュアにしてもらおうか。で、ルキウスに、また、そろそろ、ウェポンカースかけてもらっとこうか。そうだね、ウェポンカースかけてたね。
1段階打てるだけでもだいぶでかい。OK、会心も出たね。で、グランフィールド、防御ダウンもまだかかってるけど、そろそろ解けると思うんだよな。必殺技はまたクロスラッシュで打っといて。グランフィールド、魔法で、キュア。キュアじゃなくていいか、ヒールじゃなくてアイテムで、HP 回復、6割回復と、ウェポンカース、いや一旦回復でいいか。ポーション回復、いやポーションでいいと思うな。でポーション回復使って全開、パラライズボールやって、麻痺は誰、誰が麻痺、ルキウス麻痺か。よう分かってんなあいつあいつ分かって嫌がるな。多分そうそう、もう防御ダウンまだ入るか、まだ入ってますよ。防御ダウン入ったうちにガンガン行こう。でアイテムで、麻痺回復して。ズレカークソルキュス落ちたか。で、物理形態半、物理半減やけど、そしたらリザレクションでルキュス回復させて、200ダメージやけど、アイテム、誰が先に動くかによるけど、マジック交代ルキュス回復、ディスペル、炎耐性が今、まあ、サンダーと、氷焼き、炎耐性は今ないから、ちょっと攻撃しとこうか。50何度かあんまりやな。リザレクションで回復して、よし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 、マジックオーダー書いて回復。オッケーオッケーオッケー。これでまあ結局、クロススラッシュと、グランフィールド、魔法でキュアして、トルキウスくんが、まだウェポンカースかけててくれ。ウェポンカースは大事。うん、いけるね。135ぐらい取ってる。80、65、まあ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 。しょっち自利品かとも思うけど、魔法ヒール、ファイヤーガードよりヒールかな。で、マーシャ自身回復。ウェポンカースもう一段階かけてもらっていいかな。結局全部ね、耐性は持つと思うんだよ、いつかは。めっちゃ耐性上がっ、いや違う、それ防御効果がないんか。なるほど、防御ダウンがかかってないから余計やな。で、アイテム役にしたいから一旦取ってもらって、アーマーカースかけましょう。すげえ、なんで落とすの、なんで落とすんですか、なんでそんなことができるんですか。必殺技、クロススラッシュ。グランフィールド打てない、攻撃に回ってもらって、アイテムで女神の歯で回復。攻撃。味方や敵の能力変化の方が使用できなくなった、マジか。はぁ、やってくれるな。やってくれ、能力変化魔法が使えらん。逆に言えばそれだけと見る。必殺技打てるに打って、魔法でディスペル、ないんでしたね、MP が。マジックオーダー書いて、そう、打てないから、ディスペルを多分自分で打てるはず。あ、関係ねえ。ディスペル関係ねえのか。それは本気、二回行動だるいな。やめろよ。なんでそんなことができるんですか？どうしてそんなことができるんですか？ってなったら、マジックオーダーでマーシャ回復。かつ、ルキちゃんが、キュアで全体回復か。の方がマシか。マジックオーダーで MP 回復。イカズチ放っても全員が耐える。あぶねー、耐えてる。で、テレーゼの攻撃。まだ撃てる、必殺技撃つやろ。で、必殺技撃てるようになってる。魔法でキュア、全体回復。そうやな、結局。そうやな、それしかないな。回復しか魔法が撃てんくなってるのと近いから。ブレイブ、ルキウス落ちたか。どうだ、どうだ、これでどうだ。もうちょっとやな、必殺技まだ撃てる。え、でも、ほぼほぼ、ほぼほぼいける、いけるぞ、いけるぞ、ほぼほぼいけばいける。
あ、リダレクションないって。女神の浜田、じゃあレルキを使ってこい。もう帰ってこいよ。これでマンション落ちるけど、スリーブで、スリーブ入ってない。オッケーオッケー。いけるところいける。やったぜ、か。なんか知らんけど買ってしまった。やったぜ、やった、2回目で買った。我を2回で倒すとはやったぜ。見事はそのくじけの心、しかと受け止めた。だが忘れるな。我より強いものだと世にたくさんいる。そのために今回のことを思い出し、頑張るのだ。さらばだ。これで、終わったのか。ああ、よかったな。みんなお疲れ様。本当によかった。じゃあ帰ろうか。え、お前死んだはずじゃん。あれ、お前たちに負けて強くなってきた。さあ、今一度勝負だ。お前、永久期間ができてるから、そんなはい、僕らは負けて強くなる。はい、いかがだったでしょうか。僕らは負けて強くなるというゲームやってみました。いや、普通にバフ、デバフやっぱりバフ、デバフは強い。それに尽きる。それでは次回の動画でお会いしましょう。せい、バイバーイ。